おはようございます。今回は発音のバリエーションを紹介します。で、ちょっと例を挙げてみます。はい、で、例をちょっと1個書いてみました。これ皆さんだったらどう発音するでしょうか。おそらく often だと思います。で、学生時代に英語をちゃんとまあ勉強した方であれば、確かに often の発音で習ったもので、これは実際正しいものなんですけれども、実際ですね、現地の、私の友達のアメリカ人の、ブルックリンの、ニューヨークブルックリンの、ブルックリン育ちの友達はこれを often と言っていました。で、この、often、often どちらも正しいんですけども、実際にですね、海外に、出てみてどういうふうに話されているのかっていうのを知るのがやはり一番重要なのではないでしょうか。発音としては often、それから often、どっちでも構わないんですけれども、ですね、語学なのでこういったいくつかの種類があるっていうのは、結構面白いものですね。今日は often もしくは often を紹介してみました。英語の体験レッスン随時受け付けています。オンラインでも構いません。 LINE でご登録の上お気軽にお問い合わせいただくか、電話番号 03-338-36705 までお気軽にお問い合わせください。